ジェリーパフを使ってチークの乗せ方をご紹介します。こちらのチークを使っていきます。ジェリーパフをまずお顔に合わせます。そして今日どんな顔になりたいかを思い浮かべながら、チークの乗せる位置を選んでいきます。まず一番大きなピンクの円は基本のチークのライン、ここに乗せることで顔のバランスが整い、誰でも綺麗な顔に見せることができます。そして2つ目の横長のライン、こちらの線に従ってチークを乗せることで少し色っぽいお顔に仕上げることができます。続いてちょっと斜めのライン、ここをガイドにチークを乗せることで少し大人っぽい、秋っぽい顔に仕上げることができます。今回はこの基本のチークの入れ方に沿って進めていきます。まず顔にジェリーパフを置いて乗せる位置を確認します。ジェリーパフにチークを取っていきます。色を軽くのせたら、先ほど確認した部分に色をトントンとのせていきます。そうしたらこの一番濃い部分を中心にどんどんと色をトン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 と広げていきます。どこまで広げていいかわからない方は少し笑ってみてください。笑った時に高い部分に色を広げていくとチークが失敗せず綺麗に仕上がります。そして左側を仕上げる時にはこのジェリーパフをくるっと回転させ、プリントの星が鼻の方に来るようにしてお顔に合わせていきます。こうすることで左右同じ場所にチークを入れることができます。チークが完成しました。